はい、来る。早っ。負ける。あはは、早かった。めっちゃ早い。右側にタスクが固まっとるね。まあいいや。海剣太さこ。おお、ナイスナイス。ナイス。ナイス。勝ちやった。マネ、真ん中。はい。海剣なんでコミュサボのとこ開けたの扉。タスクがあるからです。あ、入ってきた。入りましたよ。今のターンアドミン壊れてました。おいおい。怪しいです。コックピットにいました。え、誰？タスクは一旦開けてます。タスク。初手の人かな。じゃあ、ね、工藤さんはエンジンルームで湧いてたから無理そう。武器庫でダウンロードしたトータスさん無理そうだから、俺がその後コックピットでダウンロードしてるから初手で壊してる人がいる。初手壊そうほどしかあるか。初手な。ないと思う。初手結構タイトだったよ。いや、ちょっと待ってね。いや、じゃあプレミアが壊してる。海剣入ってきてるように見えなかったんだけど、まあいいか。いや、ね。まあ、正確にはちょっと遅れて入ったんですけど、停電中だったんで、コミュのドア開けたときに、同時にコックピットのドア開けた人がいて、それをその人を誰か死にしてから入りたかったんで、それが畑迫ってのが死にできて、中に入ったらハイブリさんが入っ出ていったっていう感じですね。初手ってキッチン開ける人は絶対壊せないだろうから、エンジンもかなり難しいと思う。エンジン最速ぐらい。まあ、キッチンは切り、最速ベントぐらい。やばすぎだろ。ちなみにエンジンは梅剣アルマ脇でアルマ君右行って僕しか左に行ってないです。初手キッチン脇行ったんですけど、あの武器庫上の2丁取って終わりましたね。多分そこぐらいまでしか行けないです、うん、早かった。そうだよね、結構早かった、ね、めっちゃ早かった。初手はめっちゃ早かった。まださ、ここ壊したか。じゃあ藤宮が壊してますね。やったな。やったね。やった。まあサボ直せばいいんでしょ。まあインポスターでも壊すからね。うん、でもまあマット否定できた方がでかくない。うん、いやマットでもないかもしれないけどね。あるけど、シンプル。そうそうそう、アドミンコ。あ、まあそれでもいいですけど別に。ただそのマットでない方が良くないですか。なんかやけに挑戦的だね。いや、なんか壊してない。俺は壊してないから別に。いや、スキンで。このターンね、あの僕このターン僕あの宿舎が空いて畑迫とね、ですぐにミーティング行ったんだけど、あの多分ね19秒とかでサボなってるから、畑迫ぐらいしか僕ミーティング行ってんの見てないと思うから、イビルか畑迫だと思うんだよな。やったか。お前工藤さんエンジンでお会いした時なんか変な動きしてました。バシバシ変なやつばっかや。何もう、おいおいサボ直すんじゃないのか。もうね、アルマは良さそうなボタンじゃないのこれ。あれアルマって何やったんこれ。勝ちだけやりに行って。あ、そっちか。ダウンロードじゃないのか。釣ります。次のターン僕のこと釣ります。いいですよ。梅剣さんとスもう一人なんかいた。でっかい U の字。ネロちゃん藤宮。覚えちゃおう。おお、待機したなこれ。四角四角ダイヤ。
お。え、今じゃん。え、今。何、何事？何してんのこれ。どういうこと？え？兄貴は武器庫いたよ。いや、配線っすよ。展望にいると思う。え、今まさに生きてて。今武器庫と配線。高田さんが着るぐらいしかないです、俺の視点は。高田さん？え、展望配線に武雄さんがいて、それを置いてキッチンに入った時にレポートが光ったから、あれどこだと思ってちょっと探して戻ったら展望デッキのとこで武雄さんが死んでて、高田さんがキッチンに入ってくるっていう。で、トータスさんはアーカイブ空きで初動は右に行ってる。あ、じゃあそっちが綺麗な人めっちゃいると思う、とりあえず。あ、でその後僕シャワーでタスク、もうめっちゃあってシャワーでタスク、ゴミ、配線、カンカン、弁当、覚えゲーやってて、でその間もシャワーに来てないしドアも閉まってるから、トータスさんは右回りで固定だと思う。アーカイブラウンジ方向、停電僕が直しているので。アーカイブさんとか合ってます？俺合ってなくて、一応、ネロちゃんとか藤宮くんとエレキで会ったやん、うん、で勝ちタスクやった後貨物へ行き、停電なるタイミングで貨物に入っていて、で覚えゲー金庫ってやってるので合わない可能性はあるけど、俺は合ってない。とりあえず高畑は対抗で大丈夫。梅健さんがなんでその今って言ったのはどういう理由？いや、まあ、今って言ったのは工藤さんなんだけど、俺、そう、畑瀬子は展望で停電直し、俺がアップロードしてて、アップロード終わったタイミングで畑瀬子アップロードして、うん、で僕が展望から出るときにサントさんと竹雄さんが入ってきて、で僕が最後キッチンから石油にたどり着いたぐらいで竹雄さん死んでたから、サントさんから情報が出てないのもちょっと不思議だなと思いつつ。私シェリフです。ちなみに工藤どこいたのこれ？俺最初エンジン付近にいるはず。エンジン入ったとこ、エンジン入ったとこ。うん、あ、じゃあむしろシェリフのサントさんからどっちがどう見えるかとか聞きたいんだけど、高田さんがキッチンに戻ってきてるなら高田さんの動きは変なんだよ。俺が展望入るとき高田さんってだって出てきたから。あ、俺と工藤は一緒にキッチン側に出てって、工藤はキッチンに置いて俺が武器庫上まで抜けてってるから。何しに高畑だから高畑がいないいない、てか俺そこにいない。そもそも対抗ってことですよね。もういないから対抗的にいいですよ。どっちから入れちゃった？サントさん。ノワールからな。どっちへ？サントさん指定してほしい。ハタサコ、ハタサコ。高田さんに行っちゃった。じゃあ工藤さんが攻めで。工藤っぽいの。高田さんインポスタフジミはまとめと。全然あるかなと思いましたけど。マジ？違うのかな。工藤も人物っぽいけど。うん。おい。おい。まあ、マットじゃないな。そう。でも手で直してるんでしょ。ああ、そうか。まあなんかそこら辺いっぱいいたっぽいから、そう、ワンチャンスイッチもね、あるかな。そう、あるから。え、工藤から見て俺っぽい？なんか整合性は取れてるかなと思うのが、別に畑底さんがインポスターの場合、別に俺でもいいし、梅系にも塗れるだろうし、一番先に抜けたのが宝さんで、そこに塗るのが。なんかインポスターがちょっと変かなと思ったから宝さんかもって言いました、うん、俺は。高田さんっぽいというより畑迫じゃなさそうっていう方が正しいかな。ああ、まあ表現としてはそうかも。まあ分かんない、外れてたならいいんだけどね、俺の推理が。どうする、右側詰める？俺多分めっちゃ容疑者なんだよね。その場合ってローラー絶対高畑が対抗っていう前提で強始めちゃってるから、まあ、ローラー前提で右側詰めたらいいと思う。あれの情報が何秒前の話だっけそれ。いや、あのもう脇しか見てなくて、アーカイブ脇があるままで、僕は本4冊からスタートしてて、トータさん右に行ってて、で僕はシャワーで5個タスクがあったから、うんうん、その間メインシャワーのドアも閉まってる状態だったんで、まあほぼ右回り固定かなって。あれ待って、トータさん以外合ってないの？合ってない、アーカイブシャワー間しか移動してない。ネロ、フジって一応そう、序盤はエレキでフジブリネロがいて、ハイブリさんが勝ち行って、俺はネロちゃんエレキに置いてメインで除染。まあ俺は積極かな。あ、積極行ったんだ。そうそうそう。多分俺は先に抜けてるはずなんだけど、まあ、積極行って積極回した後にアップロードしてるから、まあ浮いてるね。閉まってるなら。いや、どうやろうな。まあ。一応ネロちゃんができるケースは、俺が除染やってる間にメインベント使って、証拠機右ぐらいかな。いや、でもね、俺のすれ違いは、ネロちゃん藤宮くんの順ですれ違ってるから、ネロちゃんの方が先抜けてるっていうのは間違ってないと思ってて、
ベントな、俺覚えでやってるからな。はじめはどっち行ったっつった？乗船。あれ脇がアーカイブなんだっけ、トータさん。うん。うん。ネロブリ富士宮って全員白出ない感じ？出ないね。出ないと思う。最後全員浮いてる。でアルマさんも含めてだからね。むずいね。うわあ、なんか。議論してふわっとスキップ入れちゃったみたいな人出ねえかなと思って。高田村メンバーを舐めない。くそ。ふわっと釣られねえかな。いやーどうやろうねこれ。もういいか。今ぬるちゃんか。うめけん。おー、ナイスナイス。お、エンジン。エンジン？エンジン？エンジンのどこ？エンジンの右側、もう扉の手前。階段の辺かな。これ今回白取れると思ってて、今のも1個前のも今回2回とも停電ハイブリが貨物で直してるんで。もうじゃ無理だ。エンジン右だったら。一応石油エレキメインエンジンっていう動きで、石油に、アルマ駆動がいて、って感じ。テープタスクやってからエレキメインエンジン。不動産はメインエンジンか通ってきてるね、多分私の。どこで合流しましたっけ？サントさんってメインで合流だっけ俺と。宿舎下の扉のとこしまって。あ、そんなとこだったっけ？あ、まあ、通ってますね。一緒に行ってないんだ。でも、不動産って初手キルはなんか左足にあるから、そう、不動産はインポスターはないね。そう、初手キル無理な気がするんだよな。梅県駆動は無理でしょ、さっきのキル2キルだったじゃん。そうそうそう。でサントスさんセリフだから 何秒以内になりそうっすか、サントスさん。これ俺が取ってるんだけど、そこの階段はエンジンの、ターンはクソ長だってよ、もう1分ぐらいそうね。今取ってサントスさんと合流してからミーティングだから2人で。ああそういう意味。うん、5秒ぐらい。まあでも結構前よ、私通った扉も2枚上げて14秒前ぐらい。どこまで行けてるんですか2人は。いやもうボタン前まで行ってます。ボタン前まで負けて、これはメインエンジン。まあ10秒ぐらい渡ってそう。富士宮って、診察エレキ石油エレキメイン発見。そうそうそう。あで石油で駆動あると一回合ってる。駆動あると合ってる。ちなみに俺ゴリゴリ容疑者だとは思う。1回目の停電明けぐらいの時にサントスさんとメインですれ違ったかな。もちろん当たったっけ。すれ違った。なんで給油した後に会ってるから、でサントスさんそのままミーティング行ってるんであれば、その時点では死体はなかったはずだから、1回目と2回目の間。だと思うんだよね。なんかね、旗底クルー高田さんインポスターだったら富士宮マットで塗ってたパターンがあるから、下位置ずらしてんじゃないかなっていう懸念が強く。まあ俺は旗底インポスターで見てるけど、ね、全く同じ推理です。旗底で道ずれがないから旗底クルーだと僕は思ってる。まあシリフ執行でもいいけどね。あ、まあでも自爆して1キルがちょっとだるいから、そんなに俺を疑うならって感じ。んこれスキップ、じゃあ執行にしましょうか。うん、カメラはアルマが見てたから多分もうない。
まあ多分マットだと思うので、うん、富士宮釣りでどうかな、位置ずらしてると思うので、うん、誰だっけ、僕は石油にいたのは事実なんで、ずらせる範囲は限られますよ。まあ、結局初手キルのどっちだっけ。いや私は、はい、あのね、容疑者の中だったらアルマさんが一番白いと思ってるから釣り縄使う気あんまりなくて、うん、ブリネロの卓になるかなと思ってます。工藤さんは初手切り左でできないから、うん、ね、どうしようかな。ブリネロの卓でもハイブリさんって2回停電直してるから無理そうみたいな。あ、2回停電直してるから、そう、それこそなんだよね。俺ね、フジピアがずらしたとて、その、うん、石油で見られてるからマックスシャワーぐらいまでしかずらせないと思うから、ハイブリさん厳しめなのよね。なるほどね。だから消去法ネロちゃんになっちゃうけど、ネロちゃんマックスシャワーだった場合って俺言ってます。2回目2回目ぐらいの停電タイミング、まあでも分かんないか、そうだよな、ね、いつ死んでか分かんないですもんね。最終位置どこなのネロちゃん、ん、最終位置どこなの。最終位置俺バイタル、あ、バイタルなの、うん、俺ボタン押してたから初手ボタン戻っていってんだよね。バイタルまでの経路途中で渡してもらってくる、全部聞いていい、脇から。脇どこだったか忘れちゃったんだけど、メイン突っ切って左側行ってエンジン配線やった後に、給油エンジン配線やった後に金庫行ってミーティングボタン押しに行こうと思ったんだけど、ボタン初手棒押してたのを思い出したから、エンジンメインエレキって下ってバイタル見ようとしたらバイタルぶっ壊れてた。エレキ下るときはすれ違いましたよ俺、ネロちゃん、うん、だから、うん、シャワー方面だって言うんであれば俺どこで切れるのかなと思って、いやシャワー方面じゃないと思ってて、初手にネロちゃんと俺、うん、メインからメインですれ違ってん、俺が右行くとき、はいはいはい、あの時梅系もシャワー入ってきてんのよ、はい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 、でタオルタスクをやったときにまだそこら辺でタオル回収してたから、タオル回収した後多分上には来てないからもう一回戻ってると思うのね。メイン方面シャワーでそんな待機しないと思うね。だって俺シャワー、まあね、タオルタスクしてる、俺が入れてる間に回収してる動きをしてたから。梅剣は道連れされた時に逃げ声残しとくと、クドアラはもう白でいいと思うので、メロちゃんブリでいいんじゃない、ブリネロで決めてください、うん、私生きてる確証ないので。アイブリさん、ここは1キル入れるターンよ。いや俺クルーだからさめっちゃ困ってんのよ。うん、これワンチャンブリンネル行ってない、あ、行ってないか、アルマさんだね、残ってるね。まあ俺はネロちゃんで確定したからありがたいけど、ネロブリでなんかあれば、あー俺はないな、結構浮いちゃってるターン多いからな。まあでも初手アルマの証言が正になるんであれば右回りだから、基本的にそれを切れるのがハイブリさんいないと俺は思ってるのね。だってそれの場合ってハイブリさんが要はアルマは基本的にシャワーとかアーカイブにいたから、そっちの動線って俺通れないじゃないですか、インポスターだって、うん、で貨物側だったとしたらハイブリさんが覚えか金庫をやってるタイミングでそこを抜けて、ラウンジ内車貨物側できるしかないと思うんですけど、その場合ってハイブリさんを追い越すタイミングがどのタイミングであったのか分かんないんですけど、いやトータスが来るとして、はい、そうだね、藤宮くんが、まあ、マットでと内通できたかどうか分からないけど、藤宮くんがわざわざシャワーの方行ってくれたわけじゃん、メインの除染に。だけど俺が行動経路で覚えげに行ってることで、うん、その弁当を否定することをやっているっていうのがインポスター否定ぐらいしかないかな。あのね、初手の位置的にはハイブリさんの方がしやすいんだけども、藤宮がネロちゃんしにくいって言ってたから、その分で初手言い分くらいだったなと思って、ね、それはね、完全否定はしてないけど、うん、それはね、あとね、めちゃくちゃめんどくさいやつをやられてるだけで、うん、あとでも俺が切るとしたら本当に動線がないぐらい思ってほしいですかね。あと停電2回直してることが、他の人から出てこないやん、うん、あれ1キルの梅剣だったっけな、梅剣のキルの時に2回とも俺で2回とも梅剣が直してるパターンしかないと思うのね、うんうんうん、ちなみに2回とも貨物に行ったっていうのは貨物長いなっていう印象あるけど、さっき言った時に覚え芸金庫で金庫が終わってないのよ。
であの日確かアーカイブ貨物で配線が湧いてるはず。あ、違う、でもメイン、 あそっか、すれ違ったタイミングで行ってるってこと。まあでも分かんない、俺はもうハイブリさんしかないと思ってるんですけど、まあ、これはタスクをめちゃめちゃ長かったっていうのだけ言ってネロちゃんにします。はい、2回ら手で直した実績と初手はまあ、うん、イーブンかな、うん、1はハイブリさん近いけど藤宮のあれもあったからあんま自信ないけど、ナイス、ナイス、戻ってきた。ネロちゃんのキルは俺はシャワーあんま似てたよ。あ、シャワー似てた、アルマシャワーって言ってなかった。アルマくんシャワーの奥行ってる間やな。ベントタスク覚え家カンカンもあったから、あ、ずっと奥いた。でもドアしましたけどな。じゃあ行きますかね。はい、お願いします。